鶴ヶ城からお伝えします。この時間は会津若松観光ビューローの渡辺健二さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年の鶴ヶ城の桜の様子いかがですか？はい、今まさに満開なんです。はい、4月2日に、開花いたしまして、こちらうちで撮ってる記録上最速の開花日となっております。はい、かなりびっくりされたんじゃないですか？そうですね、冬雪がしっかり降っていただいたんで、はい、例年通りと思って我々も予定してたんですけれども、こんなに早くなるとは本当に思いもしませんでした。はい、そうですよね。はい、ここには改めて何本ぐらいの桜があるんでしょう？はい、鶴ヶ城の周りですけれども、ソメイヨシノを中心に約1000本の桜がございます。はい、日本桜の名所100選のうちの一つにも選ばれております。もうこれだけの景色ですから、それは選ばれますよね。まあ、ありがとうございます。はい、桜がいつ頃まで楽しめそうですか？はい、そうですね、一応まだ満開入ってから、7日の日に満開を宣言しましたので、だいたい 4,5 日ぐらいが満開続いて、それから散り始めになるかと思います。なので散り始めが12か13日頃から散り始めるかなとは思っております。はい、来週の月火ですね。そうですね、はい、それまでに渡辺さんが今年特におすすめしたい鶴ヶ城の桜の見どころといえば、はい、今加賀津さんと一緒に、はい、見てるところなんですが、はい、鶴ヶ城の天守閣の西側、はい、帯曲輪というんですが、はい、帯曲輪のところにソメイヨシノがいっぱい植えられておりまして、はい、その中で、その中の桜をご紹介いたします。帯曲輪の桜と、あともう一つが、はい、県立博物館の方から入ってきますと東口駐車場、はい、そこから見る二の丸というところがありまして、そこの土塁に4本の大きな桜が植えられております。はい、その桜が4本がまとまってありますので、はい、1本の大きな桜に見える、そこが私は今年はお勧めさせてもらっております。